にちは。こんにちは。今日どうしたの？色黒いね。もともと黒いんだよ。そんな日焼けじゃなくて。日焼けつけたもん。この間彼ね、結構学食でカレー食ったんだよ。なんかさ、めっちゃ似合うね。カレー屋さんに就職すればいいじゃん。看護使って。看護なの？看護はないよな、これ。看護ないですよ、ね。看護ない。お前カレー屋さんでなんかこう、インドカ、特にインドカレー屋さんがいいな。だって結構本物と勘違いされていいんじゃんと思うんだけど。どう思う？いいよね。ダメ。あ、やっぱ看護がいいの？看護です。看護師じゃないと思うんだよな、彼は。とか言ってるの。はい。そしたらちょっとね、今回ちょっと質問にもあったんですけど、グラブについてのホールディングかホールディングじゃないかっていうこの際ってあるじゃん、はい。そこはなんか、まあフットボールルールを圧倒に守るならば掴んじゃダメじゃん、はい。ただでも今世の中でテクニック的にグラブテクニックとかいうのがある以上、多分これは審判も OK な範囲だと思うんだよ。ここだったら掴んでいいし、ただその掴み方によってはホールディング取られますよっていうのもあります。なんでちょっとそこをご紹介していくんで、よろしくお願いします。します。はい、そしたら説明します。グラブテクニックっていうのは基本ここを掴む感じですね。で、ここを掴んでる分には多分ホールディング取られないんですよ。まずランブロックについていきます。で、ランブロックで絶対よくやってしまう、パスもそうなんですけど、やってしまうのは絶対ここは絶対ダメですよ。ここは。なので必ずブロックする位置、最初手振って当たった時にこうなると思うんですよ。こういう状態になると思うんですよが多いんですけど、必ずこの状態だったら癖をつけて入れ替えるでしょ。もう一回ここだったら入れ替えるでしょ。この一瞬の外だったら絶対取られないんですよ。ここずっと掴んでるから取られるんですよ。なんでこうなったら必ず入れ替える感じですね。であと一番怖いのがパスプロもそうなんですけど、ちょっと後ろで見てます。この状態でパスプロ、これはホールディング取らないです。でもDLがこっちに行かれてしまった、これホールディングです。なのでじゃあ何が大事かしたら、結局はそのグラブするイコール足をついていく。なんで同じ状態でもステップをしっかりこっちに踏み替えれば、これホールディング取られないじゃないですか。なので必ず手だけで行ってしまう、これやめてほしいかなと思うんですよ。必ずヒップを寄せ、足を寄せる。なのでもう一回こっち行って、やばい、行かれそうだった先、こうなったらホールディングなんで、絶対にこうなったら足も出す、足も出すという方法一つと、まあ、私そんな足ステップそんな上手くないので、どちらかというとこっちに行こうとして行く時にこっち側でもガッと持ってっちゃう、こういう風に持ってっちゃう、持っていく、こうどっちかやな。足をこうスライドさせんのか、もう腕力で行かせないようにグワッと持っていくか、この2つだと思うんですよ。ちょっとね、1回これ1回ね、練習前に1回試してみてください。で、掴む位置をしっかりやらないとダメですね。しっかり、まあここ掴めって言っても実際掴めないんで、私は実際この辺ですね、ここで練習してもらいたいのは、外に行った時にすぐに入れ替える、はい、外を掴んでしまったらすぐ入れ替える、これ多分重要なんでやってみてください。はい。そしたら、じゃあ、あとね、よくあるのが、リップをされた時にホールディング取られますよねっていう質問もよくあるんですよ。じゃあ、ちょっと今、彼屋さんにリップやってもらいます。はい。じゃあ、この状態でリップ食らった。はい。リップ食らってこうなった。これ、ホールディング取られやすい。非常に。じゃあ、この時、まあ、前も説明したんですけど、リップテクニックとかいうのがあるので、リップ食らった。した場合は、ここを、腰を持ちながら、これのヒップをこっちに寄せていく、この状態を作ることで、でもここで割られてしまうケースがあるので、必ず、はい、リップ来た、リップ来たならば脇をガッと締める。まあなんかまた言い方悪いんですけど、審判にバレないようにここで脇を絞る。でもうこれ抜けないから、抜いてみて、抜けなくしちゃう、抜けなくして体を寄せる。やっぱ結局は足だよね。足を持っていくか持っていかないか、これが多分大事になってきます。そのあとラインバッカーに対してのホールディング、例えばこう来てもらって、プレーサイドが向こうだとします。でラインバッカー行かれた、でなんかこの辺引っ張っちゃう人いますよね、やべえと思って、これ絶対やめてください。じゃあこの時どうするか、まずは何を考えるかっていうと、ラインバッカーにタックルさせない。じゃあタックルさせないけど、自分よりもポジショニング完全に負けてしまっている状況、
この状況だったらここを必ずしっかり、まあ、グラブするしながら何かこっちでタックルしたいでしょ、じゃあこっちを押した。そうすると分かる、イメージ的にはディフェンスラインバッカーがここを押される、要はポジショニング、負けてるけどキャリアが来てるけどここを押されたら体が反転しちゃうの。タックルじゃないと、こうちょっと走ってみてもいいですか、でちょっとこうタックルするイメージ、キャリア来た、はい来た、はい来たの、ここだ、これこのテクニック結構使いますね。もう自分が完全にやられてしまってる状態、半身外の状態でやばいと思ってラインバッカー行かれたら、キャリアのとこ来たと思ったらここをクッと押したい。そうするとタックルしたいのにここを押されたら体が反転します。そうすると必ずタックルできないんで、これもね結構使うと思うんで、ぜひ、ね、使ってみてください。まあいわゆるなんかその場の判断力だよね。そしたら結局はグラブホールディングにならないかって言うんだけど、足が動いてなければ手だけだったらもうホールディングや、そこを正面に入るからこそホールディングが取られない。だけどこれ何が大事かって、やっぱしっかり握る、まあ握るところはここでもいいしここでもいいですし、で外に手が回ったらすぐ内側に入れ替える。でラインバッカーの場合は行かれてしまったら掴むのではなく、逆のショルダーをターンさせてこっち行かせるっていう、この何種類かあるので、これぜひね皆さん試してください。今リーグ戦中だと思うんで、あやべ行かれたって言った時に、特にラインバッカーのあれはね使えるよ、はい、あよく足越すとラインバッカー青点します。なんで行かれたと思ったら押してみる。これもでもね、これ結局はトレーニングしないとフィジカルの力も必要になるんで、はい、なんかやっぱ困ってことある、やっぱホールディング取られたらこのシーン、いや生まれて一貫ホールディングだと、すごいね、何それやっぱ相撲だからいや関係ない相撲ってもう回ししかつかめないの、回しはつかめないですよ、そこの脂肪は別につかめないですけど、あつかめない、つかもうともいけんのあれ、回ししかつかめない、まあまあ、やっぱ後ろをつかむ、前後ろもつかめますよ、後ろも前も、でどっちがやっぱ有利、いや人によるんじゃないですかね、その自分の相撲のやり方次第、やり方次第で変わるんじゃないですか、結構ホールディング、ディフェンスラインだよね、はい、ホールディングされるよ、結構あたまにできるときやな、そういうときどうしてる、まあ振り払うか審判に言うか、要はチクルね、チクルね、今日だチクルなんて、あとつけば相手ね、まあそんな感じなんですけど、みんなあのシーズン中頑張ってると思うんで、なんかね即席のやつ、特にね今のシーズン中なんで、こういう練習の仕方っていうのを今やるのではなく、なんかこうあたりどうしたらいいですかっていう質問があれば、あのまた動画でお送りできますんでね、ゆうたさん頑張って、試合、なんで皆さん、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。